神福食器殿神社、関王御畑殿神社はいずれも三重県松阪市にある神社。もともとは同じ場所に鎮座していたが、大垣内町の神福食器殿神社と、井口中町の関王御畑殿神社の2社に分かれたと考えられている。いずれも、広大神宮所管者で、両社を合わせて、両機殿と呼ぶ。両機殿の所在地は、 旧旗殿村で、松坂市立旗殿小学校に、旗殿の地名を残している。両紀殿で行われる心も捧ぐ織行事は、松坂市の無形民族文化財に指定されている。上福食紀殿神社、関王美旗殿神社と目した川下流岸に位置し、地元では、上福食紀殿神社を、下旗殿あるいは下立観王欧美旗殿神社を上旗殿あるいは上官とも呼ぶ。 神女遺災での位置関係から神福祉を、右門、神尾見を左門と呼ぶ。両騎伝の境内には、本殿よりも大きい旗殿があり、八広殿と呼ぶ。所管者は、節末者と共に、伊勢神宮に管理される神社で、古代の儀式帳に、名前が記されていないが神事に、重要な神社と、明治以降神事を行うために神社とされた者に、大別できる。両騎伝は、 神魚遺祭に備える和名と新たえのお衣を調信する御領地であるので、前者である。ただし、明治以前は、捧ぐ織作業を行うや広殿が主で、神社は十であった。神社とされる御領地は他にお塩を調信する、お塩殿のあるお塩殿神社が、伊勢市二見町にある。お塩殿神社は、 両騎伝と同じく高大神宮所管者であり、明治以降に神社が主とされた点でも両騎伝と同様である。御意を織る作業を捧ぐ織、使用する糸を織糸と呼ぶ。かつては捧ぐ職工を人面と呼んだが、現在は織子と呼んでいる。両騎伝は、西宮伊勢、神境勢団にあたる串田川分流の原井川左岸に位置する点で特異的であるが、 宝石業が盛んであった地域を選んで旗殿を構えたと考えられている。串田川流域はかつては宝石業が盛んで、古代には古語周囲に尾みが地名として記され、江戸時代には上流部で生産された木綿糸が伊勢商人の主力商品とされた。両貴殿の東、滝郡名和町西宮の北に現在もお糸という地名が残っている。 山和姫命よきでは、水人天皇25年、山和姫命が、天寺大臣を、伊勢の百戦渡来国玉磯国に一時的に、祀られた時に建てられた、神福武者が、後の御御旗殿神福者で、内宮が、現在地に定まった時に内宮近くに旗殿を作り、天棚畑姫神の孫の八千姫命に、神の教えに従って、和名を折らせた。山和姫命は、 翌水人天皇26年、飯野皇宮宮に旗屋を作り、天照大臣の服を折らせた。そこに社を建て、福祉記者と名付けた。関尾美氏の住む尾見里で荒衣を折らせた。天示天皇7年8月3日に、両料殿が火災で失われたため、この年の9月の上業祭のための作業は、刈屋で行い、その後30条をして、両料殿を別々に建てたと記されている。 ただし、山和姫命よきは、鎌倉時代に、荒木橋あるいは、渡来幸忠が記した伝承、説話であり、史実ではないとするのが、一般的である。一世二章御神宮神明秘書に、同様の記述が見られるが、山和姫命よきと同様で、鎌倉時代の公安八年に、渡来幸忠が記したものである。複数の資料に記されていても史実である可能性は、 極めて低いと考えるべきであるものの、天示天皇7年の火災の記述は、国旗などが記された以降の話であるなどの理由から、史実である可能性が高いと考えられる。信憑性が高いと考えられている資料では、神儀礼、演儀式、皇御神宮儀式帳に神御祭が記されており、遅くとも平安時代初頭には、御意の捧ぐ折りが行われていたことは確実である。 和名はトリが、荒イは、オミブが、笹折りし、それぞれ二22二を与えられていた。神宮に仕えたこれらの一族は神、リ、カンオミブとも呼ばれた。トリは、三河国より赤引きの糸と呼ばれる絹糸を入手していた。オミブには、弾きを調身する一団がいたほか、信濃国などの東国に進出し、旗折りなどの技術とともに、 天白信仰を伝えたと考えられている。白川天皇の上略三年、関王三畑殿は現在地に移された。室町時代には北畑家が室町幕府の意向を無視し、神宮の神領を集奪し勢力を拡大した。北畑家の領地と隣接する、この地は特に早期に支配され、服部尾お身部ともに姿を消してしまう。領地伝は、 地元住民らが祠を祭るだけとなり、捧ぐ織の行事と祭祀は中絶となった。この時期は定かではないが、神に祭は、宝徳三年、1451年を最後に、中絶となった記録が残されている。静岡県浜松市北区の諸生神社で行われる、御祖祭りは、東方へ移動した神服鳥が1155年から内宮へ。 和名を収めたことに由来するとされる。織田信長と次男の織田信夫の計略により、北畠家は北畠具教を最後に実質的に滅亡した。豊臣秀吉が日本を統一し治安が回復した頃から伊勢神宮への参拝客が増え始めた。両軌伝へは山城国、木の国などの織物業者が孔を作り参拝するようになった。上畑殿は、 三宮街道に近い立地条件から下旗殿よりも参拝客が多かった。神宮に直接管理されなかったこともあり、この頃から両騎殿は文夫相応な社殿などを造営するようになった。江戸時代に入り、天下大平となった元六十二年には上御祭が再興され、糸が奉納された。ただし神宮から神職が産業するまで、 復興されたのは明治7年であり、捧ぐ折が再興されたのは大正3年5月である。享法3年、この地の領主の都藩、首都道高瓶の寄進により、領記殿が修理された。文化、文政の頃、上福食器殿神社は福大神宮と、上畑殿は御御太子神宮と称するようになった。この頃の領記殿の様子は、天保年間発行の、 大御神宮両五八度の通俗略記に、承述されている。完成9年の伊勢三宮名所図いには、左右に、八幡宮と春日社の社殿を配置して三社信仰の形態であったことが記されている。明治初期の神三宮神社参拝記では、左右の社殿を東西放殿と記している。江戸時代後期から明治初頭にかけて、文夫相応な社殿は、両機殿だけではなく、 神宮が社殿などを管理しなかった、多岐玄宮、伊蔵宮、押尾殿神社でも同様であった。明治31年、両貴殿は明治維新後発の増体が行われたが、桁行き一条六尺、両行九尺八寸とされた。これは、明治六年に定められた一等摂者の桁行き九尺、両行七尺を大きく超え、格式に不相応な大きさであった。 昭和9年の増体でも状況を4年の記録の規模に縮小されたが、それでもまだ所管者には、不相応に大きい規模である。毎年5月と10月の初旬、両軌伝の八尋殿でスメラ大神宮聖宮と、別宮の荒祭り宮での神御祭に備える三景子を、捧ぐおりする。地元で、御御祖さんと呼ばれる、この行事は、戦国時代に中絶となり、 広大神宮の神職による形式的な祭祀の実が行われ、愛知県で笹掘りされた和名や奈良県奈良市月ヶ瀬で笹掘りされた荒田絵などが神御祭に備えられていた。大正3年5月に愛知県木曽川町の職人により旗殿での笹掘りが再興されたが、地元の住民はこれを無様と感じ旗折りの技術を習得し伝承することにした。 1967年以降、和名はソフラから継承された女性が捧ぐおりすることになったが、新井は現在も男性が捧ぐおりしている。松坂市は1975年9月27日、和名と新井の捧ぐおりを、御意捧ぐおり行事として、無形民族文化財に指定した。ただし、地元住民による料記伝での捧ぐおりは、 神雄祭に必要な和名十六匹と荒田絵120匹のうちの各一匹のみで残りの和名荒田絵は他に必要とされる鶏玉手玉などと合わせて木曽川町と鳴らしつきせの専門の業者に笹ぐおを委託している。両貴殿では神雄い笹ぐおりまつりと神雄い笹ぐおり陳謝祭りが行われる。神雄い笹ぐおりまつりは笹ぐおを始める前に記憶 美和しく捧ぐ掘りできるように祈る祭りで、毎年5月と10月の1日、下旗殿では午前8時、上旗殿では午前9時から行われる。笹掘り作業に従事する、地元住民は、先立って境内の時間で決済し、あらかじめ身を清める。白衣白バカマを着てからお塩で清め、八ヒ殿の内部を清掃する。旗織の道具を準備し、お糸を収める。 神職の拝礼の後に、笹ぐおりが開始される。織子は夕方に帰宅するが、神宮から参考する神職はこの祭りの前日に、時館に入り決済し、神よい笹ぐおり、陳謝祭りまで、時館に滞在する。織子は、翌二日以降の朝に出向き身を清め、白衣白馬を着て、八広殿に入り、完了するまで、笹ぐおりを行う。神よい笹ぐおり、 陳謝祭は、笹檻が無事に終わったことを感謝し、平白を建て祭る祭りで、毎年5月と10月の13日の午前8時から、両貴殿神社で行われる。この祭りの後に三毛子を2つのつらび筆に収め、約20キロメートル離れた内空まで運搬する。昭和30年代から自動車での運搬に変更されているが、それ以前は午後9時頃に出発。 三宮街道を夜通し歩いて、宮川を船で渡った後にまた歩き、下空で仮眠し、14日の午前5時頃に内空到着であった。警護のために、英氏2名が前を歩き、権ンネと宮手の平が随行していた。上福食器伝神社前景和名の笹栗上福、食器伝神社の祭神は近年は、 神福食器伝陳樹神とされることが多いが、服部の祖先の天を命と、天八千姫とする伝承がある。和名は神福食器伝神社境内の八広殿で、捧ぐ織りされる。女性の織子は毎朝8時に出勤する。白衣白馬釜が基本であるが、細い絹糸を見やすくするために黒い布を膝にかける。指先が荒れていると糸をうまく扱えず作業性が、 低下するため、織子は指先を荒らさないように留意する。剣士は、現在も愛知県の三河さんの赤引きの糸を使用する。4本の単繊維を1本の絹糸とし、36本の絹糸を1、あざりとし、67、あざりの縦糸で、幅1 0五寸の和妙を織る。4X36X67 で9648本の単繊維を使用することになるが、 絹単繊維の長さは有限であるから、糸をつなぐ作業が必要である。糸をつなぎ食器に縦糸を取り付けるだけで3日、程度必要になるため、近年はあらかじめ専門家が繋いだ糸を使用する、ことで、捧ぐ折り期間を短縮している。横糸はあらかじめ水につけておき、7から9本の単繊維を1本として、糸巻き機で巻き取ってから使用する。4畳の和苗を折るのに通常を4から5日。 乾燥にさらに数日を要する。乾かした和名は箱に入れ、神雄い捧ぐおり、陳謝祭りまで棚の上に安置される。関王美畑殿神社前景、関王美畑殿神社の祭神は近年は、関王美畑殿陳樹神とされることが多いが、おみぶの祖先の雨のやさかの命とする伝承がある。荒たいの捧ぐおり荒たいは、関王美畑殿神社境内のやひろ殿で、捧ぐおりされる。 男性のおり子は毎朝8時に出勤する。白衣白バカマを着用し、指先を荒らさないようにするのは、和名の捧ぐおりと同様である。食器に縦糸を取り付け、横糸を糸巻き機で巻いた後に水につける。かつては、近辺の松坂市五阿そそのさんの朝を使用していたが、現在は、奈良県奈良市月ヶ瀬さんの朝を使用している。910本の縦糸で、幅一尺。 長さ4畳1尺の荒田絵を織る。作業は織子4人で行う。一人が食器を操作し、一人は紳士を張り替え、残りの二人は、食器の左右両側で待機し、糸が切れたら繋ぐ。浅糸の引っ張り強度は、湿度で大きく変化する。湿度が低いと特に切れやすくなってしまうが、逆に高すぎてもやや切れやすくなるため、捧ぐ織の進み具合は天候に大きく影響される。 通常5から6日で折り終わるが、作業が遅れると、ろうそくの明かりを頼りに夜遅くまで作業し、10日ほどかかることもあるという。折り上げた新田絵は数日乾燥させ、魚意ささぐり、陳謝祭りまで、八ヒ殿に安置される。両貴殿のそれぞれの境内に、午前の神を祀る大小八つの祠がありそれぞれ、観を見、神福食器殿神社抹者とされているが、 いずれも祭神は不祥である。左が本殿、右が八ヒ殿両軌殿ともに、本殿は内宮に順次打ちそぎの地議と六本で偶数の鰹ツを持つ神明作りで難免する。本殿東側に笹掘り作業を行うための八ヒ殿が併設される。本殿は独立した鳥居を持たない。八ヒ殿は内宮別宮と同じ八本の鰹ツオギと内曽の地議を備える。 かやぶき屋根で本殿より大きい。胸持ち柱はなく、当面以外の三面に扉が設けられている。この三面の扉は捧ぐオリジには開けられる。八ヒ殿には鳥居が与えられる。本殿と八ヒ殿は個別の板垣で囲われ、本殿左右に二つの祠がある。両木殿のともに決裁のための時間が本殿南側に設けられている。 ありがとうございます。